こんにちは皆さん、私とこ の東通りでですね、中央書籍っていう、古本をやってます、武田と申します。この度ですね、鈴木達夫弁護士がこの、地元のですね、杉並東京8区から、立候補されるということでですね、私もですね、これはぜひですね、この8区からですね、鈴木達夫さんを議会にですね、ぜひ送り出す必要があると。まあ、ここはずっとですね、その石原伸晃がのさばってるわけなんですけどね、これを絶対打倒しなきゃいけない。しかもね、鈴木達夫を送り込むことによって打倒するということの意味があるんですね、これね。これね、民主党だとかね、共産党、さっきからいろいろ批判出てますけどね、消費税ゼロって言ってるのはね、鈴木達夫候補だけなんですよ。それね、消費税っていうのはね、皆さんも大変なんだけどね、誰が一番大変かっていうのはね、俺らね、零細企業主なんだよ。ね、これはね、今さらね、民主党がね、私たち消費税増税に反対、増税じゃねえんだよ、8% にしたのてめえらだろうと。ね、消費税 8% にしたのは自民党、公明党、民主党なんだよ。ね、これが寄ってたかったらよ、8% にして、俺のあれむしり取りながらだよな、今さらだよ。ね、今さら自民党に反対しましたと、お前、世間はね、そんなこと許さねえんだよ。初めからね、消費税なんかゼロ、ね、撤廃、これを言ってるのはね、鈴木達夫候補だけなんですよ。ほんでね、大体商売でもそうなんだよ。初めからね、増税に反、消費税増税に反対なんて言ったってね、インパクトねえんだよ。ね、これゼロということを頑強に主張するですね、候補ですよ。議会に送り込むまでね、いや、それは 3% になるか 5% になるか分かんない。分かんないけどね、これね、バーゲニングってことがあるんだよ、商売でも。初めからゼロはゼロで、ね、断固として主張しなきゃダメなんだ。そういう主張をしてるのはね、鈴木達夫候補だけなんですよ。ですからね、もうこのね、杉並から何が何でもですよ、石原を駆逐してですね、この鈴木達夫候補を国会に送り込む、この一人を送り込むことによってですね、日本は絶対に動きます。ここでですよ、余震場ですよ。ね、いろんな人がね、勝てばいいっていうのでね、やれ民主党だと。もしかね、仮にですよ、まあ、ここの民主党はね、ダメだと思いますよ。仮に民主党がここで選ばれたってね、日本変わりますか？変わりませんよ。消費税は同じように上がりますね。戦争政策下でどんどん進められますね。さっき言いましたように、日本共産党はね、そのね、国際テロリスト、なんとか法案というのに賛成してんだよ。ね、国際テロリストをね、あれすんの、なんとなくね、それはみんな賛成したんだけど、そんなことないですよ。一番国際テロリストってのはどこの国かって言うとね、イスラエルとアメリカなんだよ。ね、イスラエルとアメリカを野放しにしてですよ、勝手にですよ、国連だとか、あるいはですよ、日本の警察がですよ、これはテロリストだ、決めてですね、そのですね、資金を取り締まるね、こんなね、インチキな法律にですよ、日本共産党はですよ、賛成しちゃってんだよね。こんなもの、労働者の党でも、我々ね、民衆の党でもないんだよ。ね、もうね、民衆の代表者、これはね、鈴木達夫候補以外にね、僕はないと思ってるんですよ。これはね、労働者だけじゃないしね、僕らね、重税にね、消費税のね、8%、5% で苦しんでるですよ。ね、中小零細企業、よし、それからね、商店街のね、商店主、みんなね、もう自民党はダメだって言ってますよ。ね、もう民主党もダメだ。ね、共産党もダメ。じゃあ誰が、最後に出てくるのはね、鈴木達夫なんですよ。ね、この際、皆さん、なる衆議院選挙を鈴木達夫、立候補されますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここ地元高円寺、東通り商店街で